アンソニー・バンダイクは、アイルランド生産、調教の競争場である。主なカチクラは2019年の A ダービー。アンソニー・バンダイクは2016年5月19日、クールモアスタッド系列の牧場である、シェルストンワイーナット・オープンデールで生まれる。成長後、他のクールモア生産場と共に、A ダン・オブライエンのバリードイル調教場に送られて、調教が施されることとなった。 7月1日、カラ競馬場での柴名のハロンの未勝利戦で、ドナカ・オブライエンを安城にデビューするも、クルートの7着に終わる。2週間後の7月15日のキラーニー競馬場での未勝利戦で再びドナカ・オブライエンを背に出走し、初勝利を挙げた。中1週で、レッパーズタウン競馬場のギーイ・タイロス・ステークスに、オブライエン旧車の主戦ライアンムーア騎乗で、出走。 2番手から抜け出し、ボールドアプローチに一橋に4分の3の喫茶をつけて、重賞初勝利を挙げた。タイロスステークスでのレースぶりについて、エイダン・オブライエンは、キラーニーでのレースぶりを見るに、マイル以上が、守備範囲と思っていたが、今日の結果を踏まえると7波論戦も十分、対応可能できる賢い馬だと感想を述べた。1ヶ月後の8月26日、カラケーバ上の GII、 フューチュリティステークスに再び、ムーアキ城で圧倒的一番人気に支持されて出走し、クリスマスにハンバ審査をつけて重賞連勝を達成。エイダン・オブライエンもマイルから中距離向きの馬と見立てるようになる。その後はビンセント・オブライエン・ナショナル・ステークス及び、デューハースト・ステークスと2歳 GI を連戦するが、前者ははゴドルフィン所有のクオルトの2着。 後者は、素質はトゥーダーンホットの3着に終わる。その後、2再戦の締めくくりとして、チャーチルダウンズ競馬場でのブリーダーズカップ、ジュベナイルターフに一番人気で出走したが、ラインオブデューティーの9着と惨敗して2再戦を終えた。3歳児は5月11日の、リングフィールド競馬場でのリステッド競争、ダービートライアルステークスから始動し、2着。 パブロ・エスコバルに2場身4分の1差をつけて一番人気に、答えて3歳初戦を飾った。240回目を迎える A ダービーに、A ダン・オブライエン9社からの3本目の矢として、向かうこととなる。2019年6月1日のダービー当日は、A ダン・オブライエン9社のセカンドジョッキーであるシーミー・ヘファーナンを安城に迎え、チェスターベースを8馬審査で圧勝した、サードラゴネット。 デリンズタウンスタッドアイリッシュダービートライアルステークス、カチウマのブルーム、前奏のダンテステークスでトゥーダーンホットをねじ伏せて、追加登録の上で出走してきたジョンゴスデン旧社の、テレキャスターに次ぐ4番人気の指示を得る。エイダン・オブライエン旧社自体も他に、ジャパン、ノルウェー、サーカス・マキシマス及びソブリンの4頭を加えて、出走馬13頭中過半数を超える7、頭出しとなった。 レースでは、中段馬群の後ろから進み、最後の直線半ばに達するや、いなや、インコースを突き、サードラゴネット、ブルーム、ジャパンに、プレンダガスト級車のマドムーンが繰り広げる二着争いの、大接戦を尻目にインコースから抜け出して、マドムーンに半馬審査をつけて優勝した。46歳のヘファーナンは12回目の A、ダービー挑戦で、初優勝、エイダン・オブライエンは、 史上最多大記録の A ダービー7勝目を挙げた。ヘファーナンは、それは時間の問題だった。A ダンの馬に乗るときは、自信があるし、その馬が本命だろうが大穴だろうが関係ない。いつだってチャンスがあった。と感謝の言葉を述べた。続くアイダービーでは、ムーア騎乗で、父ガリレオに続く a イダービー2冠を目指したものの、ペースメーカーであったソブリンの大逃げを捕まえることが、 できず2着に敗れる。7月27日のキング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ステイクスでは、これも父・ガリリオ以来となる A ・ダービーとキング・ジョージの同一年度での制覇を目指したが、エネイブルの10着と大敗した。シーズン後半には、オーストラリア遠征を観光、10月17日に G1 コーフィールドカップに出走して2着となった。続いて11月3日。 フレミントン競馬場で行われたメルボルンカップに出走。レースでは中段あたりを追走し、最後の直線に入ってから前を捉えに行こうとしたところで故障を発生。左前足の急節を骨折しており、予後不良となった。以下の内容はレーシングポスト、スカイ、スポーツホースレーシング、タイムホーム及びアイリッシュレーシングの情報に基づく。ありがとうございます。